先生今日もよろしししくお願いしますお願願いいまますす営業って結構若い人がやってるイメージあるんですけども、うん、40代とかで営業ってどううなんでしょうか <laughs> そうだね、うん、40代で営業っていうとどうなんかなみたいな <laughs> まあ僕も含めてそうなんですけど <laughs> そうですねはい僕は20代の頃あの即決営業しか知らなかったので僕はもう営業っていうのはこんなしんどいきつい仕事っていうのは やめなきゃと思ってました <laughs>。さっさとやめて、上に行かなきゃ、上に登らなきゃと。いつまでもこんな仕事してはいけないな、というふうに思ってました。だから管理職っていう形に入っていって、その営業の若い子たちを支持する立場に行かなきゃな、というふうに思っていたわけねうん、で、なんで僕はそう思っていたのか、なんで営業がきついと思っていたのか、なんでそんな営業したくないと、長くやる仕事ではないと思っていたのかっていうと、 まあもう B2C をやっていたんですけど、まあ B2B B の光通信の時もそうなんですけどね。まあ結構し,、まあ、しんどいわけですよ。うん、お客さんからは、まあ外注扱いされますよと。白い目で見られるわけですし、まあ怒鳴られますし、敵むき出しでね、こう言われるわけですからね。で、それに対して作り笑いですり寄っていくみたいな感じだったので、もう本当に嫌だったんですね。 うん、でそれで売れなかったら、はい、上司から激詰めされますよみたいな <laughs> 感じだったし <laughs> だから売り上げのために自分のノルマを達成するためにその好きでもない相手に対してなんか笑顔ですり寄っていくみたいな感じだったしね。うん、でも最悪のの場合その この人には多分必要ないかもしれんなと思っていても、売り込まなきゃ、売りつけなきゃみたいな、じゃないと俺がめちゃくちゃ怒られるみたいな、<laughs> そんな風な感じだったので、まあ、すごい嫌だったわけですようん。もうすごい嫌で、こんな仕事はもうぶっちゃけしたくなかったです <laughs>、はい。こんな苦しい思いするのは20代の時だけで十分ですよと。 30過ぎてこんな仕事なんかやってられるかっていうふうに思っていました。うんこういうきつい仕事はもう部下とか若い者にやらせればいいんだと。もう俺はやりたくないっていうふうに思っていたので完全にそう思っていました。だから営業はもうやりたないというふうに感じていたわけですね。うん20代の頃あれだけ嫌だった営業っていうのを例えば僕は35過ぎても今40過ぎてるわけですけど今も、ね、あの現役でやっているのは 自分ででも驚きだなあっていうううに思うわけですねでそれは何でかっていうとその嫌で嫌で仕方なくやっているわけではなくてその営業スタイルを変えたことによって営業がそんなに苦しいか。 あったたととかかきついいっっていうのがなくなくわけですねあこういう営業だったら別にいいよねみたいな風にまにできるわけですね。でなんでかっていうと若い頃やっていた営業っていうのは即断即決スタイルだったのでお客さんをその説得するための,その心理戦を使ったトークだとかそういうのをもうバキばきでやってたわけですね。もうノーと言わせないトークをもう,もうバシバシ使っていたわけですよ。 だけどそれでもやっぱり NG だったりで取れたら取れたらよっしゃーっていう感じだったんですけどクーリングオフが来るみたいなもうふざけんなみたいなこう感情がこうもう一喜一憂がすごい激しかったわけですね。で特にその玄関先なんかめちゃくちゃきつかったので電話テレアポの電話も含めて100件電話して何件の人が その、ね、話を聞いてくれるんですかと1件もないんですよね。といことは99件ぐらいはもう怒鳴られるだとかそんなんばっかりを食らっているわけですから心が疲弊して疲れてしまってしまうわけですよ。今はどうですかそんなこと一切やってないですよと20代の頃やっていたクロージングもやっていないですしその20代の頃やっていたテレアポだとか飛び込み営業なんかも,もうやっていないわけですね。 うん、説得する営業から僕は納得する営業に変わったのでお客さんが納得してもらうっていう営業に変わったわけですからもう僕はクロージングしてないんですよ、今、<laughs> お客さんから欲しいですって言ってくるので分かりましたって言って <laughs> やってるだけなんで、うん、あのどうすればいいですかねって相談を受けてじゃあ、こうした方がいいですよって言って分かりました、じゃあこれでお願いしますみたいな超簡単な営業に変わってるわけですね。 い、うん、らないんだよと、帰れっていうのをすり抜けていってね、なんとか話聞いてくださいって言ってやっているわけではありませんと、もうそういうきつかった営業っていうのはもうやってないですよと、でも今この場で決めてくださいっていう即決なんて言わなくても、こっちが仕向けなくてもね、手袋とかそんなことやらなくても、お客さんが自然とイエスって言ってくれるわけですよ、うこれは何なんだと。 僕はもう見積もりを出すと9割以上が制約してくれると、検討しますなんて言って言わないわけですね、お客さんは。これでお願いしますって言うわけですよ。何なんだと、今までと何が違うのかっというと、はいこれですね、ダイレクトレスポンスを使っているから、ですね今まではセールスありき、営業トークありきの営業スタイルだったんですけど、マーケティングを取り入れることによって、 この営業スタイルがガラッと変わったわけですねめちゃくちゃ楽になりました、はい、だから今営業をやっている方もマーケティングの知識を取り入れていきましょうねと、うん、僕は両方やってきたのでその古い営業スタイルっていうのは今までのテレアポだとか即決だとかその飛び込み営業というやり方がまあそうなのかなというふうに思っています、うん、でそのやり方っていうのは今後通用するのかっていうとちょっと今後は通用しないんじゃないのかなと 通用できる相手っていうと、やっぱり高齢者になってくるわけですから、そういう人に対して、ね、その営業をかましていくんだったら、それはもうそれで、まあそれで、もう頑張ってくださいね、みたいな感じなんですね。でもそういう人っていうのは、きっともう悪徳商法と言われる方へ流れていってしまうので、僕はそういうところには行かないですよと。あのもうまっとうなビジネスやりたいんですよと。 もうそのダマくらかしてどうのこうのみたいなそんな怪しい仕事したくないんですねと怪しいビジネスやりたくないんですよとお客さんからそんな風に思われたくないわけですね、うん、でそんな風に思われるっていうのはもうやっぱ心が、ね、疲弊してしまってしまうわけですからそうじゃなくてお客さんがよろしくお願いしますって言ってくれるような営業スタイルをやろうと思ったら今までの営業全部捨ててね マーケティングを取り入れた、僕はダイレクトレスポンス広告を使った営業法と言っていますけど、このマーケティングを使った営業法にシフトチェンジしましょうねと。で従来の昔からある営業というのはアウトバウンドマーケティングというふうにも言われています。で これから主流になっていくのはインバウンドマーケティングっていうふうに言われていますからインバウンドって一体何かっていうとお客さんが自らその商品に興味ありますって言ってお客さんが動いてくれるっていうスタイルなんですねだからお客さんに動いてもらう営業スタイルに切り替えていきましょうとこちらが出向いていくんではなくてねお客さんに来てもらうっていう営業スタイルに切り替えるとものすごく楽になります はい、で実際、ホーム販売やってる人たちって20代の若い人たちばっかりですよね、<laughs> もうすぐに会社閉めてみたいな、あ危なくなったら、ね、お金が貯まったらすぐ辞めてしまうとか、そういうスタイルが多いのかなというふうにもまあ思います。実際今太太陽陽光光業界ででもその太陽光の蓄電池をセットで 販売しているだとかその、ね、蓄電池を販売しているっていうで訪問販売系の人がやっぱり強いっていう風にも言っていますのでね、うん、じゃあ、どの人に言っているのかっていうと高齢者の方に行ったりだとかあのま,あまだ若い方とかにね。 行ったりしていいいるのかなっていう,ふうにも思いま,すまあアナログは強いのでそういう訪問販売系もやっぱある程度売り上げ上がるとは思うんですけどでも、まあ、今度ねちょっとインターネットが普及していく今の世の中でこれが役に立つのかと、うん、価格も訪問販売でやってる人っていうのは決して安くはないはずですよ安いわけがないので。 やっぱ高いわけですよね、で今後、インターネットで普及してきた情報がありとあらゆる情報が手に入る中で即決スタイル、昔ながらのアウトバウンドと言われるその営業スタイルというのはちょっと未来が見えないのでもうやめてしまおうと、これからはインバウンド型と言ってそのお客さんに動いてもらう営業スタイルに切り替えなきゃ未来がないなと思ったので僕は切り替えたんですね、で結果うまくいったので僕はこうやって、ね、あの進めていているわけなんですけど、ぜひぜひ。 今、アウトバウンドで訪問販売で、無理くりお客さんに売り込んでいる方、今後、その主流のやり方、その方法っていうのは、通用しない時代がやってきますから、ぜひインバウンド型に切り替えていきましょうねと、実際、営業マンの数っていうのは、めちゃくちゃ減っています、はい、この10年か20年間で、100万人の営業マンが消えてなくなったっていうふうに言われているわけですね。若い人も嫌がっっててますよね営業職って 嫌がるよね、はい、そんなの、もうきついとか、そんなしかないしね、まあ、でも b to b だったらありかなとも思う、まだまシしかなと、でも b to c になった瞬間にも怪しいとか、悪徳とかっていうのが来るじゃないですか。一般の家にンンしててく人って もうろくな人いないよみたいな感じでやっぱりみんな今の人も思っていますしねうんでそれに対して今後 B2C でやっていくぞっていう風な人に対してはちょっと切り替えた方がいいかなと思います。B2B、うん、だったらまだマシですけどその法人ね。 対していくわけでですかも <laughs> ききど,どちらにしろきついですけど B2C よりかはましかなという程度ででもどちらにしろあんまり、ね、効果はないのかなとただルートセールスに関して言えば、ね、そのお客さんはすでにそのうちの会社と取引がある会社のところに行っているわけですからその変に、ね、帰れば帰ろうなんて言われることはないと思いますだからめちゃくちゃ楽だと思いますルートセールスだとかメーカーの営業のセールスというのはその販売店のところとかに 行くととかっていいうのは楽だと思いますでも新規開拓でやるってなったらめちゃくちゃきついですからね新規開拓の営業なんておきついですよね <laughs> 誰が聞いても超きついじゃんその職種みたいな超きついじゃんその仕事みたいなえそれをこれ何10年20年30年とやっていくわけと2 0二十歳の前半で学生を卒業してから65歳まで仕事するってなったら はい、え40年以上やらなきゃいけないわけよ <laughs> やってられるかとそんなことはみたいなねうんっていう風になりますからね。でじゃあ 僕が思っていたように、その上司になったりとか、例えば独立起業して社長になって若いのを雇うっていうふうに言っても、若い子、そんなの、さっき言ってたようにね、やりたがらないですよ、そんなの。そんな職種、誰も入りたいとは思わないですし、そういうところに来る人っていうのは、ちょっとどうなんかな、みたいな人しか来ないですよ、みたいな感じですからね、そんなんで真っ当なビジネスができるんですか、みたいなふうになってきますからね。まあ、そういうのもあるので、今のうちです。 今まだそのアウトバウンドの従来の営業法で売上が立つんであれば、それもやっておいて、インバウンド型も一緒にやっていきましょうと、今後、将来的に考えて、ちょっとそれはやっぱり見えないですよと、もうずっと前から言われてますよね、もうこの訪問販売系とかテレアポっていうのは、なくなりますよ、なくなりますよというふうに言われていますから、今はまだなんとか大丈夫みたいな感じかもしれませんけど、次の10年、2030年とか考えたら、 おい上がっていけんのかなというふうに思いますからね。無理なんじゃないかなと、うん、いうふうに思いますしね。特に B2C のテレアポなんてもう,もう壊滅的ですから、これもややっちゃダメですよみたいな感じでもありますからね。まあ、まあそういうのもちょっと未来を見越して、今の営業スタイルが今後10年、20年も使ってやっていけれるのかっていうのを考えてやってみてくださいねと。これからはダイレクトレスポンスですよと。マーケティングを使った営業法に切り替えてくださいねそうしたら あんなきつい思いしなくていいですよとお客さんが自ら頭を下げてよろしくお願いしますと言ってくれるわけですから要は病院のお医者さんだとかそのコンサルタントの先生と言われるような立ち位置になれる営業スタイルにできますからねそうしたらもう苦しい苦しい営業しなくて済みますからぜひアウトバンドの営業ではなくてインバウンド型のマーケティングを使った営業に切り替えちゃいましょうねと言いたいたですね辻先生今日もありがとうございました。ありがとうございます